はい、12番第六問対策、話はこうです。2017年本試験第六問、はい、これ日本語で読んでったら絶対間違いないですね。ただ、英検2級はまあなんとなく受かったけれどっていう人は、興味、知的興味、好奇心がないと取れない。もうどうでもええやん本当に、何をごちゃごちゃ抜かしてるんや本当にというと、それは解けませんよと。これは原告とも一緒、また古い小説出してきて、何我が輩が猫や本当に、笑わすな本当に。明治の文豪二人言いますね。漢字で書けますか。夏目漱石、森鴎外、代表的著作、著作三つぐらい言えますか。倍率20倍、京都三大、近畿大学、倍率20倍以上、原告だったら8割取れますか。本買ってない、赤本、ケチやね本当に。20倍、20人に1人ですよ。2年前じゃないんですよ、世界が変わってることに気づいていない人、時代は変わってるんですよ。だから優しい問題であっても満点を取ることが必要。語学をやるには最初は、ブロークンでいい、 BROKEN、 ブロークンで、誰もがブロークンで始める。親の国籍は関係ない、でも母親の方が、忍耐心を持っている、 Patience、 PATIENCE、ペーシャンスを持っていると言われている。男には子供を育てるという言葉を教えるという、そういう忍耐心は少ないと言われている、女性に比べると。わかりますか。だから、英検はあくまで実用英語検定で、細かいことがきちんと分かっていないと、文法的なことがきちんと分かっていなかったら正しく点数が取れない。まあ、これが争点ですね。揉めてるのは、英検、つまり外部的、外部の試験を大学の方は認めたがらない。なんでその綿密な細かいことを聞いているときに、曖昧な基準の評価を入れて、例えば英検と GTEC と TOEIC は撤退しましたが、TOEFL 2万6000円1回とか、イギリスや、なんかの試験を2万5000円、2万6000円を、それ公平に評価できますか。学問的に考えると評価はできない、種類が違いすぎるというわけです。だからいかに、文科省は撤退するか、誰かに責任を取らして、どうやって撤退するかを考えているようです。すると10年ぐらいかかりそうですね。でもまあ、話すことは大事です。ただ、英検2級とセンター、この間には、深い溝がある。いい加減にやってる人注意で、第6問、2017年の本試験、どんな風にやったらいい。
第6問、第1パラグラフから。ほとんどの人々にとって、友情はその人の人格の貴重で重要な一部である。心理学者たちはしっかりした友情によって我々は自分自身をよりよく理解できるようになると指摘してきた。彼らはまた、我々は知人だけでなく親友とさえ対立に直面するかもしれず、その結果友情のいくつかは終わってしまうかもしれないということも指摘してきた。ポイントアウトしてきた。幸いなことに、そのような対立が生じた時でさえ友情を維持する、メインテインする、サステインする、もしくは壊さずに置く方法を見つけることは可能である。ダニパラ。面倒な状態に陥った友情を壊せないために、壊せないのに役立つ一つの方法は、ワンウェイ、WAY は接触を保つことである。友人が我々の気持ちを傷つけるようなことをしたと思った時、我々の最初の反応は接触を断つことだろう。しかし、アンダーライン、プライドを飲み込んで、アンダーライン終わり、そんなことはしない方が良いだろう。例えばミアリーは人のスーザン、友人のスーザンが、そんなことは、例えばミアリーは友人のスーザンが夜間学校、イブニングクラスを修了して卒業するまで彼女の子供たちの面倒を毎週見ていた。しかしその後、ミアリーはスーザンから数ヶ月間連絡をもらわなかった。したがって彼女はスーザンが単に自分を利用していただけだと、感じた。彼女はもうスーザンとは口をきかないと決めた。しかし結局、ミアリーは無理して自分の感情に目をつぶってスーザンにがっかりした気持ちを伝えた。スーザンはすぐに謝り、学業を終了した後、いろいろな物事の遅れを取り戻そうとしていたためだけだと彼女に語った。ミアリーがそのことに触れなかったら、スーザンは問題が生じているとは知る由もなかっただろう。怒りを感じているかもしれない時でさえ接触を絶たないことが良い人間関係を維持するのにとても重要である。第3パラグラフ。友情の助けとなるもう一つの方法は、友人の視点から物事を見ることである。例えば病院に見舞いに来てくれなかったために、マークは親友のケイトにとても腹を立てていた。後になって彼はケイトの友人から、ケイトは幼少期に重病で入院して以来ずっと病院を怖がっていたということを聞き知った。その時マークは、ケイトがなぜ来なかったかを理解し、怒るどころか彼女に同情を感じたのだった。4、友情にうまく対応する重要な要素は、我々のニーズや生活様式が変化するにつれて、あずにつれて友情も変わることがあるということを認識して受け入れることである。例えば高校で親友がいたとしても、一旦卒業して仕事や勉強のために別の都市に引っ越したり結婚したりすれば、その友人に会う回数も減り、我々の気持ちも変わるかもしれない。言い換えれば、親密な友情も性質が変わる可能性があるということである。依然として友人同士ではあるものの、以前と同じような形ではないかもしれないということを心に留めておく必要がある。第5パラ。人々はどのようにして長期間友情を維持するのだろうか。ある研究ではその秘訣を探るため、研究者たちが長期間友人同士であり続けた多くの人々にインタビュー、インタビュー、インタビュー。
インタビューした。彼らの発見によれば、そういった人々は小さな誤解が友情を終わらせてしまうような大きな言い争いに発展しないようにしていた。友人の視点に立ち、恐れずに正直な気持ちを表明することで、インタビューを受けた人々は小さなことが大きな口論に発展することを防ぐことができたのである。6、我々は皆友情が貴重なものだと知っているが、友情がいつも不変であるわけではないということもまた理解している。友情を維持する上で難しいのは、あらゆる人間関係につきものの浮き沈みの間に、アップスアンドダウンズの間にも接触を強く保つことである。物事が順調に進んでいる時には友情を楽しむ、物事がうまくいかない時には上記の点を思い出すべきである。人間関係を元に戻せる、こともあるが、人間関係は変わることがあるということを受け入れ認識しなければならない時もある。しかし友情がどのような状態であれ、友情には我々の人生の重要な一部であり続けることだろう。話やね。ね。皆さん、幼稚園の時の友人ってまだいますか？小学校の友人っていますか？中学校の友人は？高校の友人は？今の友人がずっと続けますか？恋愛関係ありますか？結婚しますか？同居しますか？肉体関係持ちますか？メンタル反対フィジカル、ラブって言ったらメンタルラブとフィジカルラブがあります。どっちが大事？両方大事。両方、片方だけだったら大抵普通は破綻する。男は大抵、ああよかったな、別のを探そう。本当にもうオスっていうのはしゃあないですね。本当にそうならないようにするには、はい、入籍しましょう。証人を連れてって結婚証明書を作ってしまいましょう。届け出しましょう。親から感動されます。まあ男は可能性は大だけど、という可能性がある。それはともかく、友情を長持ちするためには、まあ、どうでもええやんそんなことをと思ったらダメです。いい話やな。入試センターの問題はいい問題やな。こういう問題に出会ってよかった。今日はハッピーだった。センター試験で全ての問題が良かった。 It is happy とは言いませんよ。 Happy は人が主語。わかりますか？そうか。 Lucky、 幸運なもそう。 We are lucky、 You are lucky、 こうですね。 It is lucky とは言いませんよね。はい、It is convenient for 人 to 原型。わかりますね。そうか。うん。You are convenient。なりませんね。というふうに、人が主語とか、人が主語ではダメとか、いう制限はあります。各言語によって少し違う。同じではない。各言語に癖がある。はい、違いが分かったら OK。はい。